ボートレディオ。皆さんこんにちは、小熊ゆかりです。ずいぶん寒くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。この前、まあ、私にしてはね、ちょっと珍しくニットのね、白いロングのカーディガンを買って、まあ、それを仕事場に着ていったんですけど、そしたら周りからこういう方が柔らかい印象でいいんじゃないなんて言われて、そうか、いつも強そうに見えるんだな私なんて思ったんですけど、帰りに本屋さんに寄ったらね、女から強くなろうという表紙のね雑誌があって、まあ要するに美しい女性っていうのは、こう自分でしっかりと立って、こう強く、そういう意味でね、強いという言葉を使ってると思うんですけど、でも今世の女性は十分強いし、これ男からに変えた方がいいんじゃないって、まあ女性雑誌だから男をもっと強くしてあげようみたいな方が合ってんじゃないのなんて思ったりしましたけどね。さあ今回もいろんなジャンルの曲をご用意しています。最後まで聞いてくださいね。まずは新着から、広島彩子でサンドキャッスル。あなたという車輪が外れて、世界はまるで砂漠、涙も声も枯れて、目も見えなくて、月も出ない、水もない、この声の存在感が圧倒的ですよね。そして楽器の音色がまたね、苦しい気持ちとか無力感、歌詞の表情をよく表してるなって思います。そんな風に大切な人との別れがあっても、やっぱりまた前に向かって歩いていかなくちゃ、そんな風に思った時におすすめの曲です。マーレットマインでパワー。悔しくてこの胸に問い
本当にストレートなロックで、だから強さがあるなって思います。さあ、そして聞こえてきたこのイントロ、もうねこの雰囲気からして一癖ありそうなんですけれども、歌詞もねなかなかこだわって書かれたんじゃないかと思います。ピクチャーズでロスト。あのノアルタカの隠した爪を世界でも頂戴したい。その爪の赤を煎じて飲めばさぞかしフライソーハイ。そんなあいつの幼稚な黄昏に君は辟易として譲れない。その気持ち箱に詰めて心を引っ越した。 Oh yeah yeah。 失うものなどないはずなのに何かなくしてしまったみたいな。自分自身を見失ってか、それとも恋の魔法のせいか。あの日と同じ葉月の空に二人見上げた花火の赤よりずっと未熟で平らな嘘が月の真裏に隠れて消えた。その爪の甘さを指摘されても逆説 feel so nice。 そんな子供騙しの紙芝居に君はうんざりとして許せない。その気持ちの切り裂きで自分を切り裂いた。 Oh no no。 意味ないものなどないはずなのに何か歪んでしまったみたいな。それでも君が美しいのはやっぱり恋の魔法のせいさ。あの日と同じキサラギの空、止まったような吐息の城よりずっと可憐で本当な嘘が虹の出方に黙って触れたい。アラビアのようなイントロがとても印象的ですけども、歌が始まるとロックのようなポップスのようないろんな表情を持っている曲です。ネオアトミックモーターで My name is Red Sunset。 My name is Red Sunset。 Have a long six Yeah.
いろんな景色が浮かぶでしょ。ネオアトミックモーターさんのサウンドってこう独特なスタイルがあるなって思います。しましょう。バタフライキッスで大切な言葉。どれだけ時が過ぎたのだろう。目を閉じると確かに君の声しぐさもぬくもりも忘れられない。風に乗って
ットレディオ。ゆかりんのこんなテーマで選んでみました。皆さんは朗読会って行かれたことありますか？なかなかね、コンサートとかお芝居、ミュージカル、映画、その辺は結構ね、足を運ぶ機会も多いと思うんですけど、朗読ってちょっと少ないかもしれませんよね。ここ何年かそういう仕事されている方とお付き合いがあって、何回か足を運んでるんですけども、だいたいテーマは日本とか海外の誰でもが知ってるような文学作品とか詩集、あと童話とか昔話とかね、いろいろあるんですけれども、大体の人は小学校の国語の時間に、じゃあ何々さん次読んでみなさいみたいな経験ぐらいしかないでしょう。私もそうですけど、だからね、すごく新鮮なんですよね、朗読会聞きに行くと。だってもうとにかく音楽の世界とは真逆というか、例えば舞台のセットもないし、照明もシンプルで、サウンド、イントロがあってギターソロがあってっていうわけでもないし、衣装をチェンジするわけでもないしね。その人が一人でおばあちゃんになったり少年になったり、あと地方の話だと博多弁になったり東北弁になったりとかね、全部一人で演じきるわけですよね。それも朗読だからただ座っているんですけど、でもね、だからこそ聞いてる人がこうそれぞれ自分の中でね、絵を想像できるというかね。そういえば今はもうデジタル処理されている映像を見ることが当たり前の日常なので、こんなシンプルなことを忘れかけていたかもなーなんてね、思わされました。それにしてもね、いつもこう普段会話をするときにさらさらと水が流れるように話す方が多い気がするんですよね。自分のことを私とか、何々されたんですかみたいな感じで、絶対あいいじゃんとかあととかそういうことがないんですよね。これ彼と喧嘩した時どういう風に会話するのって思うんですけど、私が何々って言ったじゃんとか絶対ないよなとか、なんだよもうとかないな。じゃあどういう風に、あなたこうおっしゃったじゃありませんかみたいな感じかしらとか勝手に想像するんですけれども、ちょっとね、私も見習わなくちゃなそれはともかく、声の力っていうのをね、信じて歌の表現にもつなげたいと思いますし、皆さんも機会があればぜひね、足を運んでみてください。といったわけで、今回は声をテーマに選んでみました。まずはとしひこ川原でボイスオブワールド。
白いですね、こういう発想。このタイトルの通り、一体ね、何カ国のいろんな国々の人の声が聞けたんでしょう。声って見えないけれど、その時によって確かに色を感じますよね。ヒイラギナオで白い声。コメントお待ちしています。ミューミックスのツイッターから、または小さいクマ、おぐま、ひらがなでゆかり、私のホームページから直接メール、またはツイッターでコメントをいただいても OK です。お待ちしています。ここで私の来月のライブのご案内です。12月の16日の金曜日、渋谷のウエステッドタイムでピアノ弾き語りをやります。オープンが18時半、スタートが19時。これが今年の私の最後のライブですね。クリスマスソングも歌いたいなと思っていますので、ぜひ皆さん見に来てくださいね。詳細はホームページにアップしてありますので、ご覧になってください。この前ね、東京駅でたまたま八つ橋をね売っているのを見つけて、あー京都は今紅葉真っ盛りで行きたいなーなんてね、思わず八つ橋を買って買っただけなんですけど実家に送りました。皆さんもう紅葉を見に行かれましたか？私はそうだな、今週末行きたいけどちょっとね、お天気どうかな。そんなことを思いながら、最後にちちくりギターズの南禅寺と紅葉を聴きながら今回はお別れです。秋の景色を楽しみながら素敵な日々をお過ごしください。お相手は小熊ゆかりでした。それではまた、バイバイ。
ミューミックスポッドレディオ。